ミュージックホットシーンの鳥居岳です。今日は東京原市にあります今話題のカルチャースペースセカントロップからお送りしましょう。ここはですね、ライブハウス、レストラン、ギャラリー、いろんなことをやってるお店なんですけども、なんとここでレコーディングしましてですね、この秋エピックソニーからワオっていうアルバムでデビューします。バッツという今話題のロカビリーバンドをご紹介したいと思います。大変エキサイティングなステージぶりでしたね。ではここで、バッツのメンバーにいろいろ聞いてみたいと思います。ドラムのですね、ショービー君なんですけども、バッツのグループ名の由来を教えてほしいんですけども。バッツチャっていうのを決めて、バッツというの、ギター&ボーカルのジミー君なんですけども、一部では、ジェームス・ディーンの再来化などと戦っていますが、ジェームス・ディーンの映画なんて見たことありますか？あんまりないです。あまりない。特に意識してるってことはないんですね。あ、そうですか。でもちょっとなんかこのね、ハンサムなルックスがジェームス・ディーンを思い出させますけども、ウッドベースの久保君なんですけども、ステージでですね、ワオーって叫び入りっていうか叫び声が、話題を呼んでますが、どういったところから叫び声を出してるんですか？叫んで発散さすのは簡単かもしれんけども、どうしようもない苛立ちとかフラストレーションとか だけじゃなくて、みんなでアップしようという感じの、とにかく苛立ちをみんなぶちまけちまえって感じですけどもね。じゃあこれから秋にですね、レコード出てプロになるわけですけども、これからバッツを通してなんかやっていきたい抱負みたいなのありましょうか？とにかく自分たちの信じてることは思い切りできれたら、とにかく自分たちの信じることをやると。で、最後にロックンロールとは一体何かっていうのをジミーに聞いてみたいと思います。生きてることです。まさに今、バリバリの、人生を生きているバッツの今日は熱いライブを皆さん楽しんでください。